ファシストの窮詰め。ちょっと待って、もう死んだかんか。全然よいしょ、危ねえ。ちらよいしょ、迫撃砲を発射する。頼む、いい感じに当たってくれ。よし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 、痛い痛い痛い。制圧だ、制圧するんだ。よっと、ああいい感じに進んだね。よし、いいだろうね。よっと、頼む。よし、ちょっと待って、あぶねえ。なんだよ、味方動けよ。あぶねえ、痛い痛い。ちょっと待って、そこか。いやーちょっとね、ちょっと緊張しすぎというか、集中しすぎというか、やっぱりこういうの来ましたね。こっちだ、階段を上がる。いやー難しいね。よし、まだいるか。痛い痛い痛い。よいしょ、反射だ。どうだ、 OK。 まだ死なないか。どうだ、よし、いい感じにできてるね。あと17メートルだけど、いいんじゃない。お、あれ、おお、いたいた。必修隊な、武器を私に向けるな、ロシアの犬め。では会わせてもらおう、ドラゴビッチに。そのドイツ人の目の奥には第三帝国の邪悪な炎がまだ燃え盛っていた。その瞬間、私は全身全霊でそいつの歪んだ人生を終わらせてやりたいと思った。だが私は兵士だ、命令は絶対だった。レズノフ、部下を集めろ。そんなに大事なものがここにあるのか。将軍は手柄を立てたがっている。ここには母なるロシアにとって大きな価値のあるものがあると考えているようだ。将軍としたいな、まるで窮地の中だ。嫌な予感がするぞ、レズノフ。どう考えているのだ。あれを取られたら破壊すべきと考えるドイツ人もいる。問題ないと言ったのは貴様だぞ。SS に命令などはできんよ、ドラゴビッチ将軍。彼らは死ぬまで帝国のために戦うと誓っているんだ。立派だが、くだらん。クラフチェンコ、終わりにしろ。レズノフ、部下たちと先行しろ。了解。ペトレンコ、ビカレフ、ネフスキー、ベロフ、移動するぞ。シュタイナ、ギフティゲルシュトルム計画への関与について聞かせてくれ。43年、総統は連合軍をいつまでも押しとどめられないと悟った。
我々は通常兵器に頼らない解決策を模索した。戦時中私は化学兵器の研究に没頭していた。繊細でストレスのたまる仕事だよ。だが完成した兵器の威力は我々の予想すらはるかに凌駕していた。そしてそれが今この船に積まれているというわけだ。ノバシックスか。こっちから行くってことかな。これお、トカレフ、フラッシュライト、どういう構え方だこれ。こんな構え方でいいの。おお、怖い怖い。クリアリングは慎重に。怖いね。俺こういうのあんまり好きじゃないよ。よし、開けましょう。よいしょ。うわ、これ絶対いるだろうが。お、いない。やった。運搬する手段が必要だったはずだ。V2 ロケットだ。この基地から発射されるはずだった。ターゲットは指揮中枢だ。第一目標はワシントン。次はモスクワ。うん。見上げた野心と実行力だな、シュタイナー博士。だが間に合わなかった。イギリス軍に爆撃され、船は航行不能に陥った。やがて氷に閉ざされ、できる限り回収を試みたが、手遅れだった。ドイツは降伏し、ベルリンにロシアの旗が掲げられたと。SS は攻撃されたら船を沈めるよう命令されていた。うん。だが失敗した。爆薬が起爆することはなかった。ここだ。レズノフ、扉を開けろ。いやもうさっきから待ってますよ俺は。はい、こんにちは。おー、画面が。こうして我々はついに見つけた。ノバ6を。ドイツの大量破壊兵器が母なるロシアのものとなったのだ。そう思ったのもつかの間、勝利は長続きしなかった。ドラゴビッチは毒の効果をその目で確かめたがっていた。目の上のコブを消すにもいい機会だった。私は長い間、奴らへの不信感を抱いてきた。予知できた裏切りだった。ディミトリ・ペトレンコは英雄だった。英雄らしく死なせてやるべきだった。なのに祖国の栄光のために死ぬのではなく、あんな無意味な、まさに犬死にだ。むしろベルリンで戦死していれば、無二の親友が死んでいく姿を見ながら、ドイツの兵器を追っていたのは我々だけではないことが分かってきた。西側連合軍はハゲワシのように旋回していた。もちろんドラゴビッチとクラフチェンコ、それにシュタイナーはさっさと逃げ出し、イギリス軍コマンド部隊の襲撃です。矢面に取り残された。行け、道を切り開いて。これか。よーっと、急に敵が出てきたね。あれでも敵撃ってきたね。撃ってきたね。じゃあもう撃っちゃうよ。よし、私が爆薬を仕掛ける。この船を地獄の底に沈めるんだ。これもらうか。どちらにもこの悪魔の影響を渡すわけにはいかん。ちょっと待って、ステンって何？
あ、これいいね、これもらおう。みんな他の人持ってない？持ってないならよ、行っちゃうよ。ステンは多分ショットガンっぽい。見えている。危ない危ない危ない。了解だ。とりあえず俺はグレネードを持ってるね。やろう。池内くんのあれだ。おっと、了解。長くは持たないと爆弾を仕掛けるんじゃないぞ。わかった。オッケー、今のうち。わかった。被弾。よいしょ。あそこにいる。爆弾を急げ。船から降りるんだ、早く。扉が開かない。ヘッド、支柱を打つんだ。やつか。集中ってどこだ、これか。いたぞ。よいしょ。よーし、行け友よ、行け。どう行くんだい。こう行くんか。おそく、なるほどね。見えている。やろう。よいしょ。見えている。衛星兵をよこせ。仙台へ脱出するぞ。止まるな。これはもう我々の戦争ではない。なら誰と戦えばいい。すべてのものだ。味方はいない。こっちだな。わかった。一人やられた。どうすんだ。こいつの。うわ、なんかすごいなってるぞ。了解。ヘッドロフ。ロープを使えるぞ。急げ。もう2分しかない。頑張ります。いやー、走らせる。俺走る。痛い痛い。いいぞ。無力化した。ロープが折れる。オッケー、危ない。あー危ない。行けレズノフ、行け。走れ。ノバシックスの積み荷を破壊し、イギリスの手に渡ることは阻止した。だがそれで全てが終わるはずもなかった。捕らえられ、ボルクタ送りになってすぐ、私はドラゴビッチの真の目的を知った。奴は死んでもノバシックスを諦めるつもりはなかったのだ。メイソン、聞いてくれ。時間がもうないのだ、友よ。彼らはあれを破壊してくれるだろうか、それとも使いたがるだろうか。主義主張は違ってもやることは同じだ。私を利用したようにお前も利用されるだろう。決めるんだ、何のために戦うのかを。ドラゴビッチ、クラフチェンコ、シュタイナー、奴らを生かしてはおけない。